こんにちは。子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔です。子供の才能を伸ばす中学受験、今回は塾選びで集団塾を外すなら知っておきたい親の戦略というお話をしたいと思います。ポイントは3つ。1つ目、大手塾通いが受験の主流であるのはいつまで続くのか。2つ目、多様化する学習サービスをどう使うのか。そして3つ目、選択が自由になればなるほど問われる親の自分軸。以上3つのポイントについてお話をしていきながら、最後には今回の見守る子育てのコツをお伝えしたいと思います。まず1つ目、大手塾通いが受験の主流であるのはいつまで続くのかということなんですが、これね、本当にたくさんいろんな方から質問をされるし、もう変わるべきだとか、今時もうオンラインでもできるんだから、リモートでもできるんだから、何でもかんでも集団塾で密な状態で勉強する必要もないだろうと、いろんな声がありますが、僕の見立てとしてはまだまだここ数年は現状は変わらず、大手塾通いっていうのが主流派であることは変わらないだろうというふうに見ています。いくつか理由があるんですが、一つはですね、てか最大の理由は、ほとんどの親御さんが我が子のやはり受験子育てできるだけ失敗したくない、おかしなことにしたくない、安全で行きたいと思うわけですよ。そうした時に、じゃあ安全であるためにどう取るかと、多くの人が取ってそうな良さそうなこと、定番のこと、定評のあることを選ぼう選ぼう、これは親の保護心理として当然のことなんですね。そうするとやはり大手塾が普通だ、大手塾通いが主流だという、目の前の昨年の一昨年の先輩ママパパの選択がそこにありますから、やっぱり選ぶというところで、保守的な、ね、選択がなかなか変わらない。そこでチャレンジして別の選択、今までと違った方法を取ろうとするチャレンジングなご家庭、そういうところ挑戦できるうちってやっぱ少数派で、これがまず一番大きな理由です。2つ目ですね、これは業界構造の問題なんですが、中小塾、小規模な塾の世代交代が進まないんですね。後継者問題が受験塾業界、まあ、大学受験もそうですけど、特に中学受験の世界は結構後継者に困って塾を続けられないケースが多いんですね。一代限りで終わっちゃう。そういうところで、その大手塾以外の担い手となる塾が減っちゃう。また少子化という変えられない大きなトレンドがありますから、新規参入してくる人も少ないわけですよね。わざわざ市場が小さくなってくるところに挑戦しようという新しいプレイヤーっていうのはなかなか入ってきにくいということで、家庭が大手塾以外を選ぼうとしても、意外に自分たちの住まいの近隣で中学受験を対応できる小規模塾という選択肢が見つからないなということもある。だから選びようがないというところで、なかなか大手塾一本の流れから変えられないってこともあったりする。あと3つ目はですね、オンラインサービスとかいろいろ出てきてるんだけど、やっぱちょっと勝手がわからないから不安、あとはこの実態がねない感じがする。やっぱそこに教室があって、箱があって、そこに通うという実感があることを人は求めるものなんですね。特に子育てしてる親御さんっていうのは、知らず知らずそこに建物がいて、そこにリアルな人がいることへの安心感っていうのを強く求める傾向があります。だからオンラインとかデジタル IT を活用したような新しいサービスというものになかなかちょっと手出ししにくいと、そういった事情がいろいろ相まって、この大手塾主流のスタイルというのはまだまだ続くんだろうなというふうに見ています。で2点目です。じゃあその多様化する学習サービスをどう使うのか。今ね、第1点目で保守的な選択としての大手塾選びっていうところは変わらないというお話しましたが、とはいえいろんなサービスが出てきてるのは事実なわけですね。オンライン動画講座による授業であったり、オンライン家庭教師というサービスもここ数年随分広がってきました。そのデータ活用の中では AI を使ってね、問題をチョイスするようなサービス、大学受験の方で随分進んでますが、中学受験の方でも利用するような業者さんが出始めています。またコーチング等をね、オンラインに提供しながら指導したり、また通信教育の各企業なども今はね、以前のようなテキストを単に送付してでテストを返してもらうというアナログな形ではなくて、タブレットを配布し、それを活用することで ICT を用いた学習の進捗、
例えば真剣ゼミさんなんかはこのタブレットを普及させることによって随分と教えるポイントの発掘が進んだようですし、勉強にまだ習慣化されてない子などもそのタブレットを通して勉強の第一歩目、ほんの数分の勉強の第一歩を促せる、そういうところは随分進んだというような記事も最近読んだことが僕ありますけれども、いろんな手段は増えてきました。またそういったあの IT 系に限らずですね、教室でやってるような塾でもですね、非常にターゲットを絞り込んだ、例えばしっかりと深く考える、探求することをに特化したような塾であったりとか、帰国子女ね向けの塾、以前からもありましたが、その帰国子女入試に対してうまく提案していけるようなコートの提出であるとか志望動機なども子どもと話し合っていくことを応援する、そういったタイプの塾や特定の学校に強いようなスタイルの塾、いろいろな選択肢を絞り込んだ塾っていうのをポツポツとあちこちにあったりします。また YouTube の存在も大きいですよね。手軽にさまざまな情報が無料で手に入るようになったことによって、学習サービスの選択、また学習そのものの選択が家庭で行えるチャンス、手段が増えてきた、知識が増えてきた、そういった環境変化も起きている。さあ、だからいろいろとあるにはあるんだけども、じゃあどうすればいいのかというところなんですけども、そのように使えるものは増えてきた。で、ここで判断でどうしたらいいのか困るところがですね、大手塾はいろいろ問題あります。やらせられることが多すぎるとか、我が子のスタイルを見てくれるわけじゃないから結局家で家庭で頑張らなきゃいけない。でも一方で何をいつまでにどれぐらいしたらいいのっていうところの目安というものは全部くれるんですよね。テストもやってくれる、出来具合点検される、オールインのパッケージになっているので、大手塾を選ぶということは親としては判断することが随分減るわけですよ。とにかく頑張って通いましょうだけで進むという、判断の面では非常に楽という特徴があります。逆にこの多様ないろんなサービスを選ぶということは、我が子を中心に据えた、また我が家の考え方に沿った学習設計、中学受験の路線というものを決めていく上では非常に納得感があるんだけども、どれをどのように使うのかをチョイスしなきゃいけない、判断しなきゃいけないということは責任が乗ってくるわけですよね。で、また難しいわけですよね。どうやって決めたらいいんだろう。で、ここのしんどさ、そのしんどさを乗り越えた後は納得感がありますよ。ということで、この多様なサービスをどう使うのかといった場合には、我が家、我が子のどういう基準に基づいて選ぶのかっていう、先にね、判断基準を持つことがポイントになってくるので、例えば大手塾4年生から入るので小3から始めるっていう選択だとしましょう。大手塾はどうかなと思う家庭は、できればその半年前から塾選びの視点をスタートさせてほしい。なぜならうちはどうしたいかの話し合いであり、この子は勉強のスタイル、こんなことが向いてそうだよなっていう観察研究を先行させておけないと判断できないんですね。かつこの組み合わせがいいかなと思ったら、もしやったらどうなりそうか、シミュレーション、1週間の進め方や、この通信教材を使ったら勉強の直しの学習はいつやろうかとか、丸付け誰がするのといったことを実際にちょっと試してみる。お試しができるんだったら、お試しの期間に1週間の過ごし方を家族で、ね、研究する、そういったシミュレーション期間も設けた方がいい。その上で選んでいくということをお勧めしたいと思うんですね。そして最後の3つ目です。選択が自由になればなるほど問われる親の自分軸ということなんですが、ポイントの2でも申した通り、判断するという難しさが出てくるわけですね。選択肢が増えれば、で、自由というのは、まあ、これは本当にね、政治の概念でもそうです。自由であるということは責任が伴う、なぜなら自分の判断だから。ということは、その責任を伴うこの自分自身というものの理解を持たなきゃいけない。これは親として結構なストレスが発生します。決めるの怖いです。どれがいいかなんてなんかよくわからないですよ。わからないなりに自分たちはこれでいくんだと決めていくということは、その決めるだけの親としての自分の考えをはっきり持つこと、家族の中での話し合いによってそのコンセンサスを取ることで、うちはこれでいいよねっていうこの、まあ、自信というか覚悟をきちんと決めること、この自分軸ですね。僕は見守る子育てにおいても、子どもたちの自分軸を育ててあげようということをお勧めしていますけども、子どもだけじゃなく親としても、自分自身はこのような歴史を経て今この親をやっていて、こういう我が子を授かり、こういうパートナーと共に家族を
今担っている。そうした中でうちがこういうことを選んでいけばいいんだ、それがうちのスタイルなんだ、でこの自分の軸、自分たちの軸というものをきちんと持つということによって、中学受験において大手塾を選ばないという選択を推し進める上でですね、その我が家軸、自分たちの考え方、その自分軸というものを持つことが推し進めてくれる、その判断を揺るがせないものにしてくれると。必ず誰かに決めてほしいっていう欲求というか頼りたい気持ち出てきます。でもここを踏ん張ってうちはこうしようと考える。まあだから判断する上で専門家に意見聞いたりちゃんと調べたりねする中で、定期的にこれでいいのかなって検証していくことはもちろん大事、しがみつくのは良くないですけどね、自分たちの一度の判断には。でもやはりまず第一歩を進めるには、自分たちはこういう考えの家なんだという軸を持つことがこの戦略の中心になってくると言えます。ここまで中学受験、塾選びにおいて大手塾を外す時に知っておきたい親の戦略という話をしてきましたが、ここで最後にですね、今回の見守る子育てのコツをお伝えしたいと思います。それは、今中学受験においては大手塾に通うことが主流だとなっている。でも大事なことは、我が家我が子の中学受験においてどういう道を選びたいか、をどういう方法を選びたいのか、それを決めれば、それは我が子の我が家の主流になるんだということ。だから決めたならば、周りがどうであるかに惑わされることなく、自分たちの選んだ道を丁寧に仕上げていけばいい。何をもって主流と呼ぶかは結局自分たちの心一つなんだ。そしてお子さんの重ねていく行動、事実、それによってその主流であることを確実なものに仕上げていけばいい。そのような考え方であり、取り組みをぜひね、持っていただきたいし、頑張ってほしいなと思います。最後までご覧くださり、ありがとうございました。子供本来の力を見つけ出す、見守る子育ての小川大輔でした。